トミーさんこんにちは。レックセン認校書の豊川と申します。それではですね。こちら。宅建士知識を鑑定士試験に生かす方法とはというガイダンスを始めさせていただきます。で、実はですね。前回。こちらのタイトルで、ね、やっぱりガイダンスをやらせていただきました。皆さんの中にはね、ご覧になられた方もいらっしゃるかと思います。 でこちらのねまあガイダンスに続きまして今回のガイダンスいわばまあ第二弾ということになるわけですけども前回まあこちらねまあ第一弾の時にはですねご覧のようにまあいわゆるその試験制度ですねこちらについてざっくりとお話をいたしましたね一次の担当式と二次の論文式でこの二段階選抜方式ですよってお話をいたしましたでさらにはですねこちらこの担当本試験 これいわゆる不動産鑑定士の一次試験ですね。で、その1科目である行政法規問いうの9番、今年の問題でしたね。都市計画法、これを実際に皆さんと一緒にですね。宅建の知識で本当に解けるのか、これを検証いたしました。で、その時にですね。足の1番ね。これが正解し、出すことができました。で、さらにですね。続けて建築基準法の問題にも取り組んでみました。これもやっぱりね。 宅検の知識で足の4番ねこれが正解し答えを導くことができましたで今回はですねさらにもうちょっとこう踏み込んでですねこちらご覧ください今度はベースになるのが今年の宅検の問題本試験問題ですで問いの15番まず問いの15番の国土量計画法ですねこちらこういう問題が出ましたけどもこの宅検の問題と 鑑定士の行政法規の問題、どれだけ似てるのか、もっと言うとどれだけそっくりなのかを今回お話ししたいと思いますね。じゃあちょっと私一旦消えますよ。よしょ。じゃあ行きますね。今年受けたっていう方、ぜひちょっと思い出しながらね。ご覧になっていってください。今年の宅建本試験の問題というのを15番国土利用計画法です。 でまず一番上の問題文ですね国土利用計画法第23条の届出、ね、これいわゆる事後届出って言いましたに関する次の記述のうち正しいものはどれか、ね、でまず足の一番ですね事後届出に係る土地の利用目的について公権知事から勧告を受けた宅地建物取引業者 A がその勧告に従わない、ね、時は公権知事はその旨およびその勧告の内容を公表することが できるこれは丸正しいですね。要するに吊るし上げでした。吊るし上げ韓国に従えないときは知事はね吊るし上げることができたね。でもうこの足の一番が正しくてね正しいものでカットことですからもうすぐ正解紙がもう出ちゃいましたね。これはおそらくこの動画をご覧になられてね今年受けたよって方もねこの足の一番は。 かなり自信を持って答え出したんじゃないのかなと思います。で、あと、その後ちょっと続けてみていきますね。続いて今度は足の2番ですね。えっ、ー、と乙県が所有する都市計画区域の土地面積えっ、ー、と6000平米ですね。6000平方メートルを買い受けたものは、売買契約を締結した日から起算して2週間以内に事己届けで行わなければならない。これは？誤りですね。ポイントこの一番最初のおつけんです。 こういう地方公共団体が主体となっている場合にはね届けでは事後届けではいらなかったね国だとか地方公共団体いわゆる公的機関が主体となっている場合ですねこの場合については事後届けでいらないね公的機関ってことでねやっぱりその信用が違いますからねこれはいらなかった。次今度足のの番ですねで指指定定都市で地方自治法に基づく指定都市を言うの 区域以外に所在する土地について、事後届出を行うにあたっては、市町村長市町村の長を経由しないでね。まあ、市町村長を経由しないで、直接都道府県知事に届け出なければならない。最初のね。この指定都市の区域以外に所在する。うんたらかんたらってこう読むとどうかなと思いますけども。でも一番上の問題文を見ます。とね。これ事後届で事故届出,届出確かね。これ。 直接知事じゃなくて市町村長を経由していたようなね争奪するとこの足の3番やっぱりちょっと誤りじゃないかなとねこの辺の推定は十分働かせることはできるかなと思いますねで次最後足の4番ですねえー、とタクシー建物取引業者 B が所有する市街化区域内の土地面積2500平方メートルについてはついてタクシー建物取引業者 C が購入する契約を締結した場合 C は事後届出を行う必要はないこれはどうでしょうこれ市外科区域内ですねで市外科区域内の場合については届出対象面積は2000平米以上でしたで本問は2500平米ということでね。これ事後届出する必要があるんじゃないかなしかもこの事後届出の場合には届出義務者権利取得者でしたね。売買契約であれば買い主したがってこの場合 C ね宅建業者 C が買い主ですから C は 事故届で行う必要はね。あんじゃないかな。あんじゃないかなね。そういうことですね。これ、主体が宅建業者になってますけどもね。宅建業者であってもね。市街化区域での土地2000平米以上ねであれば権利取得してあるね。飼い主 c は事故届で行う必要があるね。したがって、足の4番誤りともうこれ足の1番見てね。おそらく大半の方が自信を持ってね。正解種としてね。あのマークすることができたんじゃないのかなと思います。 ちなみにこの問題ですねレックの,の、ね、データによりますと正解率81%、まあ、かなり、ね、大でこのおとですね角足このね「宅犬の格足これがね実際行政法規でもどんな形で出てるのかこれを見ていきます。でまず足の一番ですね足の一番さっきご覧いただきましたように勧告に従わないこの時には吊るし上げを食らっちゃうよ これが足の一番でした。これです。これ、行政法規のこれ平成22年です。で第5問の足の一番で、ご覧のような形で聞いているよ。いかがでしょう。事後届出において、都道府県知事は、勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表しなければならない。この最後の末尾はありですよね。 公表することができるでですねでも聞いてる知識は同じ。いいでしょうこちらね。じゃ次今度は足の2番いきましょう。これさっきねこの1行目の一番最初「おつけん」これがポイントですよって言いました。ね、国あるいはね地方公共団体等の公的機関が主体の場合ねその場合については自己届で不要だよっていうのをやりましたよね。ご覧くくださいこちらは、えー、と同じく行政法規で平成12年 ですね。第二十問目の足の五番でご覧のような形で聞いています。土地売買等の契約の当事者の双方が国地方公共団体その他政令で定める法人である場合は、自己届出をする必要はないが、当事者の一方のみが国等である場合には自己届出をしなければならない。これはあいまりですね。ね、当事者のね、これ双方、ね、当事者の一方あるいは双方がね、国あるいは地方公共団体等の場合は。 事後届で不要ですからね。これ一方の場合もやっぱり事後届で不要だよね。したがってこれは誤りということで聞いてる知識はやっぱり同じですねねこの公的化の場合公的化の場合ねとにかく事後届ではいらないとねこれを聞いています次いきますよで今度足の三番ですね足の三番これさっきご覧いただきましたちょっと前半ちょっとねあれってちょっと悩むような感じですけどもねとにかくポイントは これ直接知事に届けてんのかそうじゃないね市町村長を経由するよねね、そういう知識でしたご覧くださいやっぱり行政法規でも出てるんですよこれ平成25年でしたね事後届けではその対象となる土地が所在する知事に直接届けでなければならないこれ相まりですやっぱり市町村長経由するってことね、同じような知識を聞いてますねでは最後足の4番ですねこちらね さっきの市外科区域内2000平米以上で権利取得者が事後届で行う必要あるとで主体が宅建業者であってもねあの届出不要にはならないよってやつでしたねご覧くださいこれ平成21年ですね行政法規市人が所有する都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域外に所在する面積えっ、ー、と5万平方メートルの土地について宅地建物取引業者が有償で譲るける 要するるに買い受けるってことこ、ね、場合当該宅地建物取引業者は事後届出をしなければならないということでまずこれ最初のね届出対象面積見ますと都市計画区域外ってなってますね。ってことは1万平米以上ね1万平方メートル以上の場合は必要でこれ問題文を見てみていただきますと5万平方メートル5万平米ですからね届け出対象面積満たしているねね。したがってこの場合権利取得してある宅建業者ねこちら。 事後届けでをしなくてはいけないということになりますで、ね、優勝で譲るけ、ね、この場合は事後届けで必要ね同じような知識を聞いてますねいかがでしょう,もう全部行政法規でも聞いてますねじゃあ次いきますよ続いてこちらやっぱり同じく今年の「宅建の今度問いの16番都市計画法です。ご覧の問題でした でいきますよ都市計画法に関する次の記述のうち誤っているものはどれかこれねでまず足の1番からいきましょう田園住居地域内これ出ましたねこれ直近のまあ、いわば大改正と言ってもいいね。用途地域がま市、あ、半世紀ぶりに追加されて13種類になったね。こちら出ましたね田園住居地域内の農地の区域内において土地の形質の変更これいわゆる造成工事ですね を行おうとするものは一定の場合除き市町村長の許可を受けなければならない丸、ね、これおそらく大半の方がねまあ、直近の改正点ということでね勉強されたと思いますこれすぐね丸ってできますねもともと田園住居ってこれできるだけねこれの引き続き農業を営んでほしいんですよね。したがってこの土地のケースの変更いわゆる造成工事をやって宅地化をするっていうのはできるだけ避けたい したがって、もしやる場合には、市町村長の許可が必要だよ。これやりましたね。やりましたね。で、これね、うんと、直近の、ね。もう、おそらく大多数の方がね、出るんじゃないかな。予想していた問題。ね、まさに出ましたね。田園住居。で、次。今度、足の二番ですね。で、風致地区内における建築物の建築については。一定の基準に従い、地方公共団体の条例で。 都市の風地をを維持すするるるため必要な規制をするここことととができると、ね、こちらこれも丸と、ね、風地地区、ね、風地っていうのはいわゆる自然美でした人工美ではなくて町の自然美これを守っていくとここれが風知地,地区例えば東京でいくとあの靖国のね靖国神社の周りがね風知地,地区っていうふうによく言われてますね。であとこれ本来であるならばねこの規定しているこれ都市計画法です。 都市計画法でこの足の2番これ規定しているわけで本来だったらねこの都市計画法っていう法律でここね都市の風景を維持するため必要な規制をするはずじゃないかなと思いきや実はここ1行目の割から2行目地方公共団体の条例に委ねているとこれがポイントでしたねこの知識勉強するとき皆さんねこの辺をね意識されたかと思いますね本来だったら都市計画法っていう法律じゃないの いいやいやここは地方公共団体の条例だよ、ね、これ条例っていうのはこの都市計画法のような法律よりもこれ下位の規範なんですよ。下なんで,すよ、ね、で都市計画法がその下の規範である法規範である条例に委ねているこれ何でかというとねこれ条例っていうのは地元の地方議会です。地,地元の地方議会で定める、ね、これが条例です。 でこういう風地とかねそういう町の自然美に関してはやっぱり地元の、ね、こういう地方公共団体がやっぱり一番よく知ってるわけですよですからそこの判断に委ねれたってことでここは都市計画法という法律ではなくて、ね、その皆既犯ではあるけども、ね、その地元の実を一番よく知ってる地方公共団体の条例に委ねれたということでしたね。あと次の足の3番「これはもう速攻で丸って皆さんされましたね。 市街化区域については少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については原則用途地域を定めないものとすると。ね、これもよく出ますね、宅建でもね。これ市街化区域ってどんな場所かというと、ビルをどんどん建てるんだった。したがって乱開発の危険が高い。そこでね少なくとも、少なくともっての意味は必ずでした。必ず用途地域を定めなければいけなかった。 段階発のしたが高い市街化区域従って用用途途地域をを定めて用途規制をかけるる必要があるんでした、ね。だから少なくとも、ね、要するに必ず用途地域を定めなければならなかったやりましたねあと後半の市街化調整区域こちらについてはねもともと市街化調整区域っていうのは基本的に建物を建てられないしたがって段階発の危険は低いだから原則用途地域を定めて 用途規制をかける必要はないっていことでした、ね、だから原則として用途地域定めないんだってやりましたねやりましたね本当にねこの辺ね基本的な知識ですねで最後足の4番「準都市計画区域については無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るため都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない」。これは抜点 これいわゆる区域区区区域域分分やつですね,区域区分ねビルをどんどん建てる市街化区域と、ね、できるだけ自然を残す市街化調整区域の2つに分ける、ね、これを区域区分っていったこれは純都市計画区域じゃないですねこれは都市計画区域内でした都市計画区域内したがって抜点とちなみにこの問題やっぱ高いですね正解率ですね90%ねもうほとんどの方が正解したと、ね、そういうまあ一回と基本的な問題でした でこれも当然行政法規で出てます、ねで。足の一番についてはねこれちょっとねあの出題のね何て言うんですかねあの時期ですねちょっとね宅建と行政法規ちょっと時期がずれてますんでまだこれ行政法規では今年はねこれ出題範囲に入ってませんでしたので、ね、今年の行政法規ではこの田園住居については聞かれてません。あの行政法規についてはね、 ちょっとこれ知っておかれるといいかなと思うんですけども、その年ですね、その年の問題というのは前年の9月1日に施行されている法令が翌年のね行政法規で出るんですよ。前年なんですよ基準が前年の9月1日に施行されてなきゃいけない。それに対して宅建の場合はね宅建試験が行われる年の4月1日に施行されてればねその年の宅建の問題に出るということで、でこの田園住居についてはね。 こ,っちこの平成30年今年ですね、まあ、2018年の4月1日に施行されたんですよしたがって今年の行政法規の出題範囲に入ってないんですね逆に「宅建」の方は入ったとで入った途端にすぐ出たということですね,ね従いましてまだ行政法規では出てません、ね、おそらく来年2019年の行政法規では出るんじゃないかなと私は思ってますね。じゃあ行きますよ したがって今度足の2番からねちょっと見ていきますよ風地地区ね自然美自然美ねこれは地方公共団体の条例に委ねたいよやりましたね足の二番ご覧くださいこれ行政法規平成二十年の問題でした風地地区内における建築物の建築宅地の造成等の行為についてはやっぱり地方公共団体の条例でね都市の風地を維持するため必要な規制することができるね同じです 同じね。これが足の2番。次この足の3番いきますよ。これもね。市街化区域ね。必ず用途地域を定めるで、市街化調整区域については原則定めない。原則定めないね。この知識ご覧ください。やっぱり行政法規でも聞かれています。市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされているといこっほとんど同じですね。これね。 ね、宅建の足の3番の問題文と行政法規の問題文ほとんどん同じねで最後足の4番これ出てんのかなご覧ください出てんですよ「行政法規」平成26年「準都市計画区域については区域区分を定めることができない」ね、やっぱり区域区分というのは都市計画区域だけです、ね、同じような形でやっぱり行政法規でも聞かれてますんで。 いかがでしたでしょうかね。まあ、今回一応ねまあ、2問だけ、国土利用計画法と都市計画法についてね。宅建の問題と行政法規の問題を比較して、皆さんにね。ご覧いただきました。もうまるまる使えるでしょう。う宅建で勉強した知識まるまるもうね。鑑定士の行政法規で使えるんですよ。だから皆さんの中でね。特に今年ね。宅建受けたよって方、まだ知識が頭に残ってるでしょう。これぜひね。 次の鑑定士に使ってみたらどうでしょうそういうお話です、ね、で今はね一応まあ、行政法規についてお話をしてきたんですけども実は鑑定士試験の二次試験に民法という科目があります民法私ね一時の担当は行政法規二次の論文は民法を担当しているんですけども実は今ね毎週レックの水道橋本校というところで民法の ねま生講義通学のね。生講義を毎週やってるんですけども、やっぱりね。宅建を勉強してきた方はね。民法についてもね。吸収率が全然違うんですよ。例えば皆さんね。宅建の時にね。虚偽表示とか錯誤ってやったでしょ。虚偽表示錯誤当然これね。あの論文の民法でもやるんですよ。虚偽表示。これ民法94条です。錯誤 動期の策やったでしょう。これ95条ね。鑑定士の民法では当然ね。条文まで条文までしっかりね。掘り下げてきちっとね。やっていきます。でも、もちろん宅建の時はね。条文までやれないですよね。なかなかね。それをまあ、条文に結びつけてね。きちんと民法の条文に結びつけて、さらに掘り下げて勉強するのがね。2時の論文の民法なんですよ。でもやっぱりね。宅建やってる方はね。こんな94条とか95条とか知らなくてもね。これ虚偽表示。 財産隠しですね。契約無効ですね。やっぱ知ってんですよ。あと錯誤勘違いですね。無効ですね。やっぱ知ってんですよ。ね、だから全然吸収率が違う。あとさらには、ね、皆さん宅見で不動産のね二重条とやったでしょ。あれは登記によって優劣を決めるんだって勉強した。あれ条文があるんですよ。177条、ね。これ実際条文見ると規定してるんですよ。先に登記を備えた方が勝つんだよ。規定してる。 だから、達見をやりになった方はね、もちろん177条なんて条文は知らないけども、この民法の講義を聞いたときにね、ああの知識、実はこの条文で規定してるんですねって結構ね、達見をやりになっている方はね、本当ね、なんかあたかも、なんか小学生みたいなね、子供みたいにね、こう、ききとしたね、嬉しそうな表情をされるんですよ。私その顔を見てると、なんか私も嬉しくなっちゃうんですけども、だから、本当にね、達見でやった知識、民法でも本当、生かせますから。 ですからぜひね達験をやったよって方ね次は鑑定士ちょっとお考えになってみたらいかがでしょうかねでそうするとそうするとでももう時期が時期だしねもう12月ね来年の5月の第二日曜日には一次試験ね鑑定士の一次試験の担当試験が行われますまあおそらく例年ねでいけば5月の第二日曜日いわゆる母の日ですでもう時間が無しな ちょっとそうやって悩む方もいらっしゃるかと思うんですよ。で、そういう方のためにですね、レッグの方ではちょっとね、ちょっと宣伝になって恐縮ですけども、こちらね、特別なこういうコースをご用意しています。担当スーパー速習コースってことで、これもちろん一時の担当式試験だけです。こちらね。で、これちょっと中にね、ちょっとご覧いただきますけども。 2019担当スーパー速習講コースということで、でちょっとこう大きくしますよ。これがまず最初一番大事なね、このいわゆるインプットをする講座なんですよ。速習講座って言って、で他にもね、あの担当合格講座っていう講座があるけど、その担当合格講座の回数のほぼ半分、半分です。ね、それでこちらインプットができちゃうよ。 そ従いましてまだね十分特にね特に宅建やった方はこの行政法規の勉強時間短縮できますから、ね、ですからこちらの、ね、スーパー速修コース、ね、こちらをご利用、ね、いただければ全部で27回です。他にも、ね、こういうい これ実践答弁って言って、まあ、簡単に言うと模擬試験です模擬試験、ね、あと最後公開模試とかあってしっかりアウトプットもついてきますから、ね、インプットこれだけでいいんですよこれだけでいいでしかももうちょっと言うとね私が担当している行政法規この中で全部改正点も喋ってますからだから本当にインプットはこれだけね鑑定理論と合わせて20回でねインプットのねあの勉強ができちゃいますから是非ね ちょっと時間短いしななこれかから大丈夫かな年明けからねやるんで大丈夫かなね皆さんの中でちょっと不安にね思ってらっしゃる方も全然心配しなくていいですでしかも毎年この即習からね多くの担当合格者が出てますから全然心配しないで是非ねちょっと時間はねちょっとみ短いけどもでも是非ね来年の5月の担当式試験試験目指してやってみようかなってもしね決意されてる方はこの即習を利用してみてください。 よろしいでしょうかねちょっと最後ねちょっと宣伝になってしまって恐縮ですけどもねでまた他にもですねいろいろねあのお尻になりたい方はぜひねこちらデックのホームページですねいろんな情報をねまめに更新してますからぜひねこちらの方をご覧になってみてくださいねじゃあ以上以上で終わります最後までご覧いただきましてありがとうございました